はい、どうも皆さんこんばんは。 BC スウェル所属 ADC 担当のビビロイヤルことフミヤッチョです。そしてサポート担当のレックスです。はい、ありがとうございます。ですね、今日はですね、ワイルドリフトパッチ 3.2B のですね、はい、ファーストバージョンということでですね、運営さんがですねツイッターの方でツイートしてくださってましたので、そちらの方の動画を撮っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。でですね、はい、じゃあ見ていきますか。はい、早速。はい、まあなんかこういう画像形式なんで結構さっくりといきたいと思います。うん、はい、じゃあまずチャンピオン強化からですね。で、1個目ですね、これは全組合長が湧いたという噂のですねBCS デュオレーンが湧いたって、湧いた、そう、ドレイブンです。ありがとうございます、皆さん拍手を、皆さん拍手をよろしくお願いします。でですね、横の方いらっしゃいましたらね、皆さん肩組んでいただいてですねちょっと宴でも開きましょうかということでね、ドレイブンがバフされました。なんかまあバフ内容としてはどっちかっていうと、まあ、スノーボール力が上がったって感じですかね。じゃあまあちょっとしっかり見ていきます。で、基本攻撃速度がまず 10% 上がりましたよと。まあでかいね、 10% って、まあでもドレイブンって斧ないと殴れない、殴ってもまあでもまあ嬉しいバフではあるか、一応。で、パッシブのですね、リーグオブドレイブンがですね、ゴールド報酬が、まあ、50ゴールドプラススタックスかけ4だったのが80ゴールドになりましたので、まあ大電話でも10キルしてようやく300円変わるぐらいかなみたいなとこなんで、まあちょっとしたバフではあるんですけど、まあまあまあないよりはっていうところで、で、2スキルの知能付きですね、クールダウンが12秒から10秒ということで、まあ正直ここもそんな変わらない部分であるんですよね。どっちかというとですね、まあ1スキルの回転座王のでしたっけね、あの辺の名前のやつ王の、ちょっとまあ基礎攻撃力上げてくれるみたいなのが一応嬉しかったんですけど、まあ2スキルのクールダウンということで、まあ、まあ基本斧を拾ったらねリセットされるものではあるんで、まあ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 、でもまあないよりはありがたいという感じで、まあ攻撃速度とかのねこうバフもつけれるんで、まあもともと伸びたのもあって、まあ割といいかなと。だからまあストームレーザーだけでも AA 採点はいいかななんて思ってます。はいはい。で、次マスター E ですね。はいはい、マスター E のアルファストライクがバフされましたと。まああれですかね、なんか1回バフされてナーフして、1回バフされてめっちゃ使って、やべえやべえ、ナーフしようってなって、ナーフしたら誰も使わねえってなって調整が難しいね。そうで、ちょっと強くしたかった感じかな。まあでもそんな変わんどうなんだろうな。まあ使う人は使うし、使わん人は使わんってやつですね。そうだね。はい、ありがとうございます。はい、で次モルガナですね。またバフですね。やっぱジャングル企業とか増やしたいんですかね。どうなんだろうね。で、まあダークバインドが1秒 CD が短くなって、3スキルのブラックシールドの、吸収量の基礎のダメ、バリアが増えて、だから魔力反映率が落ちたって感じですね。まあまあでもなんか強くなってる気はするね、なんか。まあそうね、特にサポーあれですかね、まあどっちかっていうとサポー運用の方を増やしたいっていうところでのバフですかね。確かに CC もね、ダークバイトのクールダウンが、前は ADC でしか ADC とか、まあ、ほぼ ADC でミッドで使われるかなって感じだったのが、まあ、前回のバフでジャングルで使われるようになって、今回のバフで、まあ魔力がなくても吸収力増えるよっていうところでっていうのと、まあ、あと CC をもっとばらまけるようにっていう部分でのサポートに増やしたいっていうバフかもしれないですね。確かに。はい、ありがとうございます。じゃあ次トリスターナですね。まあトリちゃん、まあトリちゃんね、ちょっとね今もうくすぶってますからね、正直言うと。で、まあレベルアップごとの既存攻撃力がちょっと増えたっていうことで、まあまあちょっとレイトすぎたってのを、まあ、ニドラとかの10レベルぐらいからでもまあ戦えるにしたいっていうところなんですかね。まあ10レベルで大体攻撃力9違うんで、500円分ぐらいは違うのかな、今までだと。だ結構まあでかい調整にはなるのかな、トリスターナ的には。まあ小さめではあるかな、多分まだ。ちょっとこれやってみないと何とも言えないですね、その強さ。そんな正直変わらない気もします。はいはい。で、はい、次ウコンヌ、ウコンヌですね。これめちゃめちゃでかそうだよね。いや、今回の一番のバフかなと思ってます。目玉ウーコンですね。で、まあ、基本攻撃力がまず6上がりましたっていうところで、まあ、ジャングルの回転速、ファーム速度が上がるバフになったかなっていうのと、まあ、あとこの1スキルの、まあ、ダメージっていうのも、まあ、ちょっと攻撃力の反映率を増やしてて、
で今日結構増やされてるんよね、この攻撃力の範囲率が。元10、20、30、40が30、35、40、45だから。そうだね、もう1レベルの段階でかなりダメージ上がってる感じだね。そうだからかなり上がってるんで、今ねサモリフの方だとウーコンってめっちゃ流行ってると思うんですけど、これでだいぶ使われるんじゃないかなって。こうファーム速度とかも結構変わってくると思うんですよね、ジャングルは。確かに、攻撃力の反映率上がってるのにプラス基本攻撃力も上がってるからね。そう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 。で次3スキルのダメージがですね、これも上昇ですね、シンプルに上昇してると、であと旋風ウェブウルトの2回目のクールダウンがちょっとまあ短くなって、あ、その回でも射程が短くなってるのか。あ ー、 うーそうだね、もう射程結構短くなってるね、これ結構。そうね、75、まあ、ラビファの半分ぐらいかな。なるほどなるほど。でもまあ普通にねめちゃめちゃバフされるんで、トップとかねジャングルで結構運用されるんじゃないかなと思います。はいはい、ありがとうございます。ってことでじゃあ次もいっちゃいますか。ザヤですね、ザヤの3スキルブレードコーラーのダメージがまあちょっとすぎるやろがい。ちょっとやな、これ1個につきっていう考えだと、まあ、6個だとね30違う、あ、まあ確かにね、10個だと10、50違う、まあ本件にみたいにクリティカル率乗せてくれたらいいのにねなんてね、あ、それ昔だったかな、どうだか忘れちゃったけど、まあそんな感じですね。そんな変わんないっすね、ザヤはまだまあ、あんま流行らないかなと思ってます。はい、はい、ね、僕得意なんで本当は使いたいんですけどね、ザヤめっちゃ使ってた、一番使ってるキャラクターなんで僕は。そうなんだ。そう、本当はもっと使いたいけど、まあたまにね、配信とかで使って動画にしようと思ってます。はい、はい、次弱体化ですね。でイブリンのナフエグいっすねこれ。イブリンのナフちょっとやりすぎるんだ、基本体力めっちゃ減らして、確かに、で速度も減らしてみたいな。あ、でも、あ、体力がでもあれか、結局帳尻は合うみたいな感じなのか。増加体力が上がっ増えるってことね、レベルごとので2スキルもナーフ食らってると、チャーム時間がナーフ食らってるところで、多分まああれかな、イブリンって結構 OTP 気質なとこがあって、ね、あんまり使われてはいないんだけど、多分勝率がそれで高くなっちゃってるみたいなところがあるのかな、っていうので多分それの調整のナーフかなって思うんですけど、まあ割とこのまあ序盤からちょっと戦いにくくなったっていうのと、移動速度がちょっとだけ落ちてるんで、今まあこれぐらいだと変わんないかなあんまり、まあなんかちょっと狩りにくくなる部分もあるのかな、その死にかけの敵だったり瀕死の敵を襲うっていうのが、まあ、少しだけ死にくくなるのかなっていうところで、まあ OTP の人はかわいそうですねっていう話ですねこれは。はい、で次イレリアですね。イレリアの無血の連鎖、これは3スキルですね、3スキルのダメージがちょっと減って、先人の刃のスロー時間が1秒と、まあいろいろバフも入ってね、イレリアは。まあまあちょっと増えすぎ、ジャングルとかまあいろいろ増えすぎちゃったから、ちょっと直しますみたいな感じかな。その調整って感じかな、今回は。まあこれも使うやつは使うし、使わんやつは使わん。それはそう。変わらんぐらいです。うん、で、はい、次、ルル。またルル？もうルル、マイパッチ直されてない？まあなんか結局なんだろうな、ルルってどんなにナフしようか、効果自体がなんか強いからな、スキルの。まあ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 、確かにスキルセット自体がね、うん、ちょっとじゃあ見ますと、じゃあいたずらの2スキルの移動速度が 30% で100ごとに 5%、 まあ移動速度がまあちょっとだけ遅く、まあ速くなりすぎてたのを遅くしますよ、で大きくなれの増加力も下げると。増加体力がまあでもこれもそんな変わんないね、このナーフは。まあ変わんないけど、やっぱちょっとね、ユーミーにねちょっとルルちゃん最近負けてる部分っていうのも、まあ結構ぼちぼちあったと思うんで、まあこれでまたユーミーが一応優勢になったのかな、というふうに思いますと。で次、そうで次もユーミーも一応ナーフされてて、次の方で、でまあ叩いて守ってってことでですね、あのパッシブのバリアとマナ回復のパッシブがちょっと長くなって、序盤の連戦が多分強すぎたから、まあ、それの時間のナーフで、まあ、後半はそんな変わんないよっていうところですね。まあでも全然ユーミはまだまだ一番強いんじゃないかなと自分は思ってます。僕もそう思います。はい、ありがとうございます。はい、次調整ですね。はい、はい、ブーツということで、まあ、ブーツが安くなりましたよと、でアップグレードするのは高くなりましたよっていうところでね、何がしたいのかっていうと、まあ、序盤の少し余ったお金で最初のコンブーツは買えるけど、
後々いい効果を出し始めるのにはお金を使わせるよみたいな感じかな。まあそうっすね。まあこれもね、なんかあんまり非常になんか変える必要あるのかなみたいなとこだよね、うん、そう ADC とか、まあ、そのサポート官の方だったら割とお金の関係とか、うん、そのまあこの辺の調整でまあ積みやすくなるかなって気もするんですけど、まあ、割と ADC とかって積むのって、うん、もう1個は積んだ後にもうブーツアップグレード一気にしちゃうってことが僕は多いんで、うんうん、そうこの1000円のゴールドで買うことが多いから、そんなにまあだからドラゴン湧くタイミングでファーストコーバープラスブーツがよりまあちょっと CS 落としても取れるよみたいな感じの調整ですかね。確かに、うん、まあそれかこの分かんないよ想定で言うけど、もしかしたら、うん、50円でポーションみたいなのが買えるようになって次のパッチで。ああ、なんかそういうのあるかもね。そう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 。コントロールワードとかもお金で買えるようになったりみたいなね。そう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 。っていうので、うんうん、ブーツを買うとブーツプラスそのコントロールワードを買えるよとか、うん、そのポーションを買えるよってなるかもねっていうちょっとした。確かにそれは信じる、そう信じるか信じないかはあなた次第。ありがとうございます。はい。はい、で次システムの強化見ていきたいと思います。うんうん、でまあ電撃が、ちょっとだけマフされましたよというところでですね、まあまあ元々電撃のキャラクター積み、うん、キャラクター、まあ、フィズとかアーリとかですかね、うんうんうん、まあ、その辺のやつらのがちょっと追い風受けただけで、まあ、大して変わんないと思いますと。はい、はい、で生命の泉のクールダウンがん、これ強化なの、近接クールダウン10秒、ん逆か、んこれね、クールダウンだからこれナフじゃないの、これはナフじゃないのか、これ梅さん教えてください。まあこれはここはちょっとパッチノート見てから、うん、ここはちょっとパッチノート本当の方が出てからちょっと見ていきたいと思います、うんうんうん、で、はい、ま、はい、うん、はい、あどうぞ。あでもなんか見るからにはなんかクールダウン自体が長くなってるから、これはナーフな気はするね。うん、まあシステムの弱体化に移るか、本当は10秒が8秒になってるかみたいな、そこはちょっとごめんなさい僕、うんうんうん、時間わかんないんで、はいはいはい、ありがとうございます。で、はい、いいっすね、これ僕結構好きな、ボンアーマー結構好きなんですけど、もともとこれもバフ入ってて結構前に、うんうん、45秒だったのが35秒になりましたよと。はい、がさらに30秒になって、軽減率も高くなってるんで、僕結構不滅でボアマ持つこと多いんで嬉しいです、ありがとうございます。おい、おめでとう、ありがとうございます、イエーイってことで、はいはい。で次スマイト、はい、でスマイトがですね、ジャングルモンスターにダメージを与えた際の体力回復量が増えますよということで、うんうんうん、まあちょっと盛り回りにくかったのを盛り回りやすくしました。はいはいはい、以上です。はい、あでいいですねこれまた。でシステムの弱体化で赤バフと青バフの体力が減ったんで、うん、うん、うん、そうね、100違ったら一発分ぐらいは多分違うと思うんで、一発ちょっとも違うぐらいなのかなって感じするんで、確かに AD ビルドのキャラでも2発くらいで、うん、うん、そうだね、だからまあ森がよりね、ちょっと森厳しく しすぎましたってことで多分強くしてくれたんだと思います、うんうんうん、っていう感じですね。以上になりますかね、これで。なるほど、まあまあ、はい、うん、なんかすごい全体的に細かい調整みたいな感じが多かったね。そうですね、なんかやっぱ本当にまあウーコンは結構でかいと思うんだけど、まあ確かに、うん、それ以外はだいぶ細かい、本当に誤差レベルの感じかなと思うんで、うん、まあ自分はちょっとねドレイブン最近ね触ってなかったんで、これでドレイブンバシバシ触っていこうかなと。俺もスレドレやりたいもん、めっちゃいい、はい、ね一番使ってるキャラドレイブンでドレイバーとして生きていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あで俺ちょっとやりたいと思ったのがこのバフ見てね、うん、セナウーコンをやりたいなと思って。あそう、レックスクニウーコンやってもらって、確かに1レベルからのダメージもあるし、多分 CS とかも取りやすいしね。そう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 、でバフね、そういう風にね本家の方の大会でも出てたんで、うんうん、その辺ちょっとやってみたいと思ってます。はい、はい、では以上になります。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、それではバイバーイ、はい、バイバーイ。